皆さんこんにちは。こんにちは。乳牛姫の休日、これはイベントっぽいですけれども、ね、イベントクエストですかね。あと1日ってことは曜日クエストなのか、よくわかんない。ね、いや撮影段階でとだと金曜日なんですけれども、はい、もう一個ずつ一個ずつ探っていきましょう。ね、うん、ちょっとこれ行ってみます。はい、来た。おー、かわいい乳牛姫。プレイヤーの皆さん、リリースお待ちいただきありがとうございました。このスペシャルターゲットをお持ちいただいた皆様への3日間限定のプレゼント。へー、なるほど。で、私が誘拐何のことですか？私はまだ帰りたくないです。下のチャッカーが動いてる。あの真ん中の姫をゲットできるみたいな話。なるほど。あ、むずい。あ、やべえ。おー、おー、入った。ただの落ち込ん、あ、やべ、ちょっと難しいなこれ。ラッキー、奥狙う方。あ、あ、あ、そっか、そっちか。あ、結構強い、やべ。もう入れまくってやる。これはあかん。むず。うわ、強い。回復してえな、うん、単体で回復。なに、はれ、オッケー。なーん、あー、お、ラッキー、お、ラッキー。まあ順番に1体ずつかな。でもやばいな、もうすでにあいつがやられそうや。そうですね。戦闘は私こっち派だな。やべ、戦闘攻撃受けやすいらしいですからね。あー、そっかそっか、そうだな。結構むずいな、テクニック系だぞ。チャッカーが動くのはすごいですね。おお、強い、うん、あいつが弱いのか。おう、これ こんなにも神経をすり減らすんやな、ね、あくん。ステージによって全然違いますね。おお、よし、うん、さあ乳牛姫だ。防御を捨てて攻撃と何かが上がった。嘘でしょ。ちょっと防御は取るわ。防御と攻撃の頻度が上がったみたいなこと。防御は下がって攻撃が上がったらしいですよ。だから攻撃は当たりやすくなるんじゃないですか。やべ、こっちの。やべえな。あ、しかもスキル使えるんじゃないですか今その子。ほんとや、なんだっけ内容は。ホーリースラスト発動。え、1400であれ、これやばいんじゃない。むずい。あー、今だ、これくらいやろ。入った、よーし、急コンボ。いかほど1800。あ、体力増えたのかな、防御を捨ててみたいな書いてあったけど、どうなんやな、うん、よ、ちゃんと読めなかったです。おお、いっぱい入った。だんだんコツを掴んできた、うん、あ、遅いな今の。よし、運ぼう。あ、あ、でもちょうどいい。確かヴァンパイアがなんだっけ、破壊石を 2個ずつカウントを減らせる。すげえ、ヴァンパイア超優秀、うん、超優秀。すげえ、やっべえ、これヴァンパイア優秀だな、うん。
はい、あ、攻撃力はまあまあまあ、うん、おお、ああ惜しい、持てない、どう、おナイス、ハッコンボ、ハマらか、完璧、うん、タイミング使いましたね、あーなんとかいけそうやな、あ、強い、ちょっとこっちも取っときたいな、何ラッキー、あ、スキル溜まりましたよ、お、マジか、マジか、再び、うん、ホーリースラスト、あ、いけるな、うん、あ、しかもフィーバーゲージってやつが来てるぞ、これ勝ったな、これ勝ったんじゃない、頑張って鍵取らないと、よし、よし、あ、来た、勝った順調きたオーケー、もうこれはもうあとはもう、あ、もう入れ食い、もうひたすらこれですね、いけ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 るらしいですよ、クリア、うん、意外とこれ強いねこの移動するのすごい嫌ですね、もうしょうがないわね、お城まで送ってって、あ、そうだわ、次はあなたたちに誘拐されたことにしようかな、どうなんだこれ、最初の3日間限定イベントだとゲットできるんですかね、わ、はい、からん、ボーナス、うん、突入確率アップ、連続出撃のボーナス、大砲の鍵、何があったんですか、わからん、ボックス見てみないですか、もしくはプレゼントボックス、ない、特にいない、 あの子はドロップするかもしれない、ないなのかな、そういうわけではない、ただなんか次はあなたたちに誘拐されたことにしようかしらとか言ってたから、うん、来る可能性もあるっていう感じなんやろな、どうなんでしょう、でこれ難易度としてはもうこれ単体だ、うん、なかなか手応えのあるというか、うん、歯応えのあるダンジョンですね、うんうん、乳牛姫、うん、ちょっとこれ、そうですね、なんとか取っときましょう、この3日の間にこれやっとくべきですね、週末ですね、うんうん、リリースイベントということだから、うん、あれなんだこれ、一番下何これ、どれこれなんかツイッターが流れてんの、今太めに入ったんだけど、ゲームからの出口が見当たらない19歳ピクトさん、これなんだ、わかんないです、ミッションコインガチャでいいもの出るから、実はコインって結構重要なのかも、16歳学生なんかでも説明的じゃないですか、なんかそういうのを運営さんが、生きるということは恐怖をハンバーグにして食べることだと思う、119歳吸血鬼はちょっとよくわかりません何これカップリングの成功率はレベルで上がる、チョコモッチがもったいないならレベル上げ、52歳主婦、完全説明じゃないですか、ですな、うん、なるほどこんな要素があるんだ、こういう風に説明教えてくれてるんだ、猫にゃんがケーキを食べてる、うちはダイエット中なのに16歳高校生、そういうのもありつつ、へえ、うん、そうか、私はもうリリース3日間のイベントだということを今さっき知ったので、リリース日が木曜日だっけ、はい、木金土で終わりか、うん、皆さんそんな感じらしいです、はい、今日まで、うん、行きましょう、はい、ぜひやってみてください、はい、じゃあそんなわけで今日は乳牛姫の救出者でした、さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではコスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひとも全てご覧くださいませ
はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまいました。